一箇所丸で囲いましょう。商品販売業、そこ丸で来ると考えますね。はい、で次、引き続きです。工業簿記はここからも引っ張りましょう。メーカーのように材料を仕入れて作って売るという製造業において採用される簿記であると。はい、そこをファーッと引っ張っていただいて、やはり一箇所丸で囲いましょう。製造業です。製造業。はい、よいしょ、ね、ではですね、ちょっとステップいきます。簿記には2種類あります、ね、簿記には2種類あります。はい、つまり例えばこのサシマ茶ですね、非常に美味しいお茶ですけど、ね、例えばこれを100円で仕入れてきて、でこれを120円で売るっていうと場合です。仕入れて売るっていうと場合、ね、これがいわゆる商業簿記です。だからコンビニとか商社とか、そうですね、自分で作ってません。はい、ところが工業簿記は違います。はい、この